えー、こんにちは、大樹です。えー、今全国で、えー、いろんなところでですね、あのー、勉強会をやっていてですねまああのー、仙台とかね、えー、行ってまた勉強会やってましたでその中でね、あのー、やっぱコーチング学びに来てくれる人の中にはあのご自身も忙しい人も多いのでねなんかいろいろコーチング受けながら、えー、やりたいことも見つかっていろんなチャンスが生まれてきたんだけれどもなかなかその 忙しくてて時時間間が取れれないとかどううやって時間を作れるんだろうかとまあこういう、えー、テーマを出してくれた人がいてあのコーチングを、まあ、デモンストレーションでねやってきましたでその時にねあの今の状況を見えるかしようってやったんですね人間ってねあの実は自分がどんな状況にいるかっていうことをしっかり体験してみることも大切ですあの忙しいって言いながらね自分がどんな状況になってるのか周りにどれが何だけあってね で自分がどんな状況かってわからないまま何とかこなしてる人いっぱいいるんですねだからあのー、自分がね今ねやらなくちゃいけないと思ってるものをねとかねなんか自分の周りにあることをねできるだけ一軒一枚ずつでも紙に書き出すのでそれをね自分の周りにどんな風になってるかっていうふうにね置いてみるんですで面白かったですよなかなかねあの新しく出てきたチャンスがねこれを こういういチャンスが出てきた、その時にはこんなのもあるこんなのもあるこんなのもあるってね自分のこうタイムライン上にこう置かれるんですねで,でもね今やらなくちゃいけないことがこうやって後ろから迫ってきてるで目の前にはこういうねやらなくちゃいけないことがいろいろあってでその手前にはもっとねあのこれまでやり続けてきたこともあってで実はこういうのを こういう物事があるんだけど、これは一回自分のね。あのぱ仲間というかね。なんかこう任せたんだけど、うまく振り切れなくて戻ってきちゃったと。そだから、ここでごちゃごちゃしてるとでこっち側に人がいるんだけどね。 その人にはちょっとまだもうちょっと噛み砕いてからじゃないと渡せないだから何も渡せてないで本当にやりたいことはなんか一応見えてるんだけどこの辺でもうちょっといつやれんのかなって感じで遠くにあるであのやった方がいいと思ってることっていうのの中でねなんかもう足元にあったりないことにしてちょっと後ろに隠しておいたりするのがあるとかねでそのとにかくごシゃごシゃした状態チャンスはあるんだけどどれだけ自分がごシゃごシゃしてるか何にこう謀殺されてるかっていうことをね見えるようにしたのでそこで感じてみるわけ。 でいい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 っっっっっっぱぱぱぱにななてみるわけあ,あそうかこんんだだた能力がある人の方がが何とかこなしてますからで一回ねいっぱいいっぱいだって状況を見るのでそれを客観視してみるわけそうするとあこれはできてるこれはできてないだこのままじゃ何年経ってもこういうの変わんねえなってこう見えるわけですでそれ一回作ってくのねでその上で何の制約もない未来を作るんです本当はこうしたいこうしたい仕事もプライベートもこうなったらいいでその世界をもうねかっ 現在のことね、全く無視してそれを作った上で本当にね未来の自分になりきってで理想を言えばですよ未来の自分にねこう赤ペン先生になってもらうのねで未来の自分に赤ペン持ってもらってで現在の自分の持ってる、ね、タスクにね一個ずつこう罰をつけてもらったりコメント書き込んでもらったり新しいタスクを書き込んで、ね、置いてもらったりするで、こういうのやめましょうとかねこれやりましょうとかこれ減らしましょうとかね でそういうつもりでねそれぞれのタスクにねこう何点ずあのどれぐらい力を配分するかねこれはねもう1でいいとかねこれは3やろうとかこれ10やろうとかってつけてみるわけそうすると今ここまで現状にあの自分がねその力をね入れてきたこととね全く違う力の配分になるんですよねでそれをまた現在の自分から見てみたり周りのね仕事の仲間とか上司とかの視点から見てみたりとかってこうしてみながら 現状にマッチしつつでもちゃんと未来に行けるような形に自分がねやっぱりやりたい仕事を整理していく。でそれ以外でやらなくちゃいけないものはどうやって人に頼むかとかどうやって最低限どこが最低限でそこはどうやってやるかとかそういうこと考えるんですね。であと自分のいい状態を作るためにどれだけ時間を取るかとかねあのそういうことが必要なこともありますからぜひ考えてください。そして、えー、とただね付箋でねなんか吐き出して整理するとかを超えてね,本当にねリアルに 自分の周りにどれだけの物事があってね、それが自分をどんなふうに覆いかこってるかで、それを持ってるとね、どんなふうに未来に行きづらいかとかね、このままだとどんな未来になるかってね、リアルに体験してみること、リアルに俯瞰してみることは、時に非常に面白いことを起こすと思います。参考まで。